はい、大川錦鯉センターですね、はい、白写り、搭載サイズが20センチです。お願いします。はい、大川さんの白写りです。こちらも新しく仕入れてきた鯉です。非常に大川さんは小さい時からですね、この白写りはよく墨が決まり、肌もよく、安心して見られます。なんといってもこの鯉はですね、墨がこの明るい水温の高いところに入れて、もう引かないところです。そしてですね、このハイセンスな模様、メインかぶりなんですが、この切れ込みのある、そして丸染めの際、なかなか白写りではこれだけのハイセンスの白写り少ないと思います。まあ、質のいい白写りとかたくさんいるとは思うんですけども、やっぱり何か一つ二つ、同じ品評会で並んだ時に目に留まるものは何かと追求したところ、やはりこういったハイセンスなものどうかなと思う。僕は全然この鯉はありだと思います。単純なただ墨が流れてるだけではなく、これからの時代は白写りも模様を追求していかないといけないんではないかなと密かに思っております。その時にこの鯉はですね、例えばこれが紅赤だとした時に、紅白の模様で見た時に素晴らしいと思うんですよね。この背中に抜けて綺麗に墨がこう丸染めになっている。そしてこのシャープな切れ目、普通はですね、墨際っていうのは滲むことが多いんですが、ビシッと切れている。そしておどめも綺麗な終わり方をしている。紅白もこれが赤白で考えた時に素晴らしい鯉だなと。じゃあ逆に言えばこういった白写りがいるのかといった時に、ゾクゾクっとする一匹じゃないかなと思います。はい、墨も全然これ引かないので、これも暖かい場所、日が差すところを袋詰めで置いても、ボケボケになってなんだこれっていうことはまずないと思います。袋に詰めてテストしました。はい、どうすか。じゃあこれだけの模様の白写りがいるかというと、なかなかいないと思います。真っ白ですね。はい、非常にインパクトが強いですね。はい、サイドちょうど側線の下まで模様全部際ができてるんですね。はい、お腹当然白いですね。なので、まあ好みも出るとは思いますが、価値的に見ると非常にいい、一匹じゃないかなと思っております。将来も楽しみです。どうでしょうか。こちら大川錦鯉センターさんの白写り、搭載サイズは20センチになります。ぜひよろしくお願いします。